毎度ヤンデス、なんか最近サムネがバグってるとか言ってるけど、ちょっと最近調べたらなんか縦画面の動画が全部のサムネがバグってると、最初に YouTube 開けた時におすすめがパッて出てきた時のそのサムネが全員バグってるっていうことで、まあ、ヤンのゲームチャンネルって検索してしっかり動画見てくれてる方はしっかりですサムネは分かってると思うんですけど、おすすめに出てサムネが出ないというね、この事件が僕を苦しめる。てなわけで今回の企画はソフトバンク純正でリアタイやってみたーってわけでですね、 OB の広瀬さんが入りましたってことでですね、今回でもう理想のソフトバンク純正ができつつあるということでですね、まあ DH のデスパイネもね、レベル64という、まあまだ中途半端なんですけど、まあ、広瀬さんもまだレベル50ちょっと中途半端なんですけど、もう使いたくて使いたくて、もう早く試合がしたくて、ちょっとねもう先走ってしまいました皆さん。てなわけでですね、今回ちょっとねリアタイドをやっていくんですけど、広瀬さんはちょっと見てもらったら分かるんですけど、総力 A にしときました。とりあえず A にして特の何もつけてませんってことで、まあ、こんな感じで、まあ、広瀬さんのを使っていきたいなと思います。やっぱ足が速いんで、もうヒット出たらもうね、はい、ツーベース確定です。で投手見てもらったら分かるんですけど、もう追加された選手分かります、藤井さんでございます。そうです、藤井さんが追加されました。はい、でもねレベルがまだ66で特訓も何も上げてません。でホースラーに縦スラ、まあ藤井さんはね最後の切り札として、まあ相手がツーアウトになった時にもう使っていこうかなと思います。もう最後の切り札完全に抑えます、あなたのこと。で今回当然ながら1番バッター、村林はですね、ちょっとね今ベンチにいるんで、ちょっと確認しておきましょう。うん、しっかりお前はベンチにおることをしっかり確認しておきましょう。うん、よし、村林はベンチで2人残像剣を使っておりますということでですね、まあしっかり確認できたんで、まあ早速ねリアタイの方やっていきたいなと思います。ってことでソフトバンク抽選でバッカバカ、さあマッチングしました、メルルンさんよろしくお願いいたします。ということで、もうせっかくねもうソフトバンク純正でやるって勝ちたい、とりあえず千賀選手使わせていただきます。てなわけで相手が4割ということで、もうボコボコ確定でございます、ありがとうございます。ということでソフトバンク純正で、まあレベルまだ上がってないんですけど、まあしっかりねもう打っていきたいなと思います。ということで、まあ相手、うわムキムキ、相手何まさかの視聴者様なのか、俺もムキムキ送っといた方がいいのか、ムキムキー。てなわけで相手が1番バッター、ビシエドといういきなりもう強打者からスタートですね。ここビタビタストレートいって、内角シークシークしっかり決めていく、ストレートが突き刺さっていく。さあもう一発でここしっかり内角ストレート、ボールでいいよ、オッケー、さあしっかりこれ、オッケー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 、ボールで、おっとリクエスト、おーリクエスト来たんか、まだここ一回ねカットボールでボール玉挟んで、オッケーオッケーオッケー、いやー入ったんかい、それはしゃあない、それは請求の問題、難あり。いやーこれが相手視聴者様やったらもうガン決まり言うてますね、非常に、はい、ってことで僕も言っときましょう、ガキバリー。枠をいっぱいに使ってきます、ストライクです。ここで高めのツーシーム行って、ここでセカンド、セカンドゴロ、セカンドゴロやったはずやのに、ボコボコなんですけど、非常にボコボコなんですけど、やばいです。ここ内角ボール球、ボールでよ、絶対ボール、オッケー、さあこれまさかさ、おお、こけたみたいやく、こけたみたいやったけど大丈夫、今のちゃんと取れましたよ。相手の方ね、もうここ内角ストレートボールで振ってくれるんで、ありがたい。さあここでしっかりね決めていきたいなと思います。まあよろしくお願いします。さあもう出た、なんベンチから出てきたんか、おい、なんでベンチから出てきて、おいおいおい、当然ながら一番バッター今宮さんちゃうんか、おい、なんで村林が出てきてんねん、ソフトバンク純正に。そっか、ソフトバンク純正なったんや。さあ打っていこうぜ村林、さあ集中しっかり流して、オッケーオッケーオッケー。さあ村林これ打たなかったら完全に首、さあ使ってみたかった広瀬さんがやってまいりましたということで、まあ2番に置いてます。これヒットではもう長打確定なんで、もう走力が A、 なんともシュートさんよりも速いんで、ここしっかり打っていきたい。
流して、いやーでもそれとあんまり分かってない。バッターは何を待っているか。俺のバッティング戻ってこい、流して、いやー止まんのか。これが中断道、皆さん分かりますか。栗原さんもラインドライブが広角、広角ちゃうわ、高弾道にしてくれマジで。さあ3ボール、ここ集中していこう。さあ打てるよ、しっかり流して。 OK、 綺麗、めちゃめちゃ綺麗。さあ長打で次なるバッターえぐいです。皆さん全打しフルキータでございます、ありがとうございます。ということで、さあしっかりね、ここ、おーバッピッチャー交代、早いって、それはちょっと早すぎるわ。藤川さんはもうちょい楽しましてくれや。そんな、なんか首の曲がり方フクロウかてなわけで、あのギータのでやっていきたいなと思います。さあ集中、外野前進なんで、もうこれ長打打ったらもうえぐいことになります。さあ、あ、引っ張り警戒だった。さあ集中、ワンワン、あ、やばい、オッケー、ナイス。これが流し打ちです、皆さんありがとうございます。これが流し打ちです。さあまさか、しっかりバチコリ決めていこうぜ。ボール、よし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 、見えてる。そろそろね、ツーシーム警戒してもええんちゃうかなと思いながらも、ストレート警戒してます。集中、とりあえず来た球打つ、流して、きれい、美しいバッティングでございます。これがきれいの、めっちゃ悩んでたやん、藤川さん、私失敗した言うてた今。見てください、この城島のスピリッツ解放、しっかり内角ストレート、ここぶっ放して、しっかり詰まって、いやー、この方も内角攻めで十分でございます、ありがとうございます。でもね、せっかくなんで藤井さんで2アウトにちょっと出していきたいんで、ここもしっかりストレートでボール球振らす勢いで、おしがいさー、ここで藤井さんの登場でございます。皆さんすいません、お待たせいたしました。おー、相手もしっかりバッター交代ということで、坂倉翔吾さんでございます、今流行っております。おっと、ムキムキ出してきたけど、とりあえず藤井さん出そう、とりあえず藤井さんやってみたいんで、使ってみたいんで、ちょっとあの藤井さん出していきたいなと思います。さあここでしっかりフォースラと縦スラの使い分けでしっかり決めていきたいなと思います。まずは低めに縦スラ、ここの低めの縦スラ行って、オッケー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 、でここでフォースラね、長いの行ってみよう、長いの行って、あ、ボール、コントロールが悪い、いやーこれだけフォースラ、とりあえず1回落としといて、よし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 、ツーストライク追い込んで、余裕じゃん余裕じゃん。さあ縦スラ、これ打ってくれたらでかい、振らない、とりあえずもう一回縦スラ行こうか、もう一回縦スラ行って、甘い、えぐいぜー、藤井さん、藤井さんってこんな打ちました、打たれましたっけ。え、そしたら外角のフォースラどうなん、外角行って、外角投げとけばよかった。特別延長の時間がやってまいりましたということで、まあ、相手が一番バッタービシエドさんからですね、はい、しっかり藤井さんで抑えていきたいなと思います。まあ打たれたらもうしゃあない、もうしっかりね、はい、違う投手でしっかり投げていきたいなと思います。さあこのストレートからぶっ放して、さあ次フォースラでしっかり決めていこう、フォースラ決めて、いや相手見えてる、これ相手見えてるんちゃうか、これ藤井さんのこのフォースラと縦スラの、いやこれ見えてるぞマジで、なんでこれ打たれるもんなん、もういやここ縦スラ高めギリギリいって、よし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 、怖い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 、満塁やからもうしっかりね、もうフライを打ち上げてもらうが一番ベストなんで、ダメだもうスタミナねえわ。さあ次はね、モイネロさん行こうか、いやバンドさんあるやけど、モイネロさん、さあ頼むモイネロ、ここねしっかりタイピンついてるんで、ここいきなりストレートぶっ放して、ガン決まって、いやこれはだるいパターンや、それは一番あかん、ここ外角縦スライっといて、フライ上げろ、いやマジか、そっちかー、やばい、これはボコボコです。ここ内角 D カーブ、ギリボールでよ、これボール球、いや球、いや球、いやマジかよ、それはえぐい、もう終わり、ムキムキ送ってくんだ。あー岩崎さん頼む、もうこれはね、もう秘密兵器と言っても過言ではない。さあここしっかりフォークボールかまして、よしよしよし、見えてない、さあもう一発ここフォークボール行こう、もう一発フォークボールで落として、さあライトじゃない、レフト系で、時々ねここのチェンジアップが刺さるというバメだよ、さあ
岩谷さん出しとけばよかった最初から。いけー村林、お前しかおらん。まずこの宮西さんしっかり攻略していこうぜ。さあ村林、なんとアーチストかよお前。さあフルカウントしっかり打っていこうぜ。あ